じゃあいきますよ。ラジオネーム、マー君さんから、兵庫県の16歳の。お、若い。おっと、これはちょっとドキドキなんでみんな頑張って答えてね。何がいいよ、ドキドキって。恋の相談です。僕は、ある女の子に告白しようと思っていました。でも、僕の好きだった人に、僕の親友が先に告白をしました。僕の親友は、振られたのですが、僕はどのタイミングで女の子に告白すべきでしょうか。ベストのタイミングを教えてください。タイミングね。これはちょっと間を空けた方がいいのかな。これは ね、逃したね。え、もう逃したタイミング？親友が告白した時にちょっと待ったって言うべきだった。そっちかー。どんなシチュエーションやねん。そこで言ったら完全に親友との仲ぶち壊れるでしょ。まあ、まあ、ぶち壊れたとしても、女の子的には、なんかちょっと待ったって言ってそこで揉めて、私のことで揉めないでってやりたいよね。それやりたい。でもさ、それを知ってたのかね、親友はね。同じ子が好きっていうのをね、そこにもやるよね。今も知ってるのかな。だから、もしだって、どんまいとか言ってんのに。好きだったってこと？裏切り。うわ、きついよ。きつい。16歳にして、すごい難しいとこに立ち塞がってるね。これどっちかだよね。今すぐに言うべきか、逆に、俺結構後で好きになったんだよねってなるべきか。後パターン。後パターン。後がいいんじゃないの？どっちだろうな。でも後にやってる間に女の子の気が変わっちゃうパターンもあるもんね。だって、親友を断ったってことは他に好きな子がいるってことでしょ？うん。もしかしたらさ、マー君さんかもしれないじゃん。そうだよ。両思いパターンかもしれない。これね、逃した魚大きいじゃないですけど、本当に逃すと大変なことになるから。そうだね。まあ、ベストのタイミングをこう、確実にお届けすることはできないけれども。確実なね、答えは出ないんですけれども、ね。出ないんですけれども。まあね、マー君がここぞと思った時に言っていただけると、自分で後悔はしないかなと。さあ、すごいぶっちゃけますけどさ、3人を告白されたことはありますか？告白？告白？あのね、あんまない、全然ないと思う。嘘、ない、にゃんにゃんとか告白されたことありそうなのね。ない。高根の花か、やっぱ。ちょっと告白されたことない。ああ、かもね、届かない存在って感じかもね。いや。え、アミラは？私？うん。あるんですよ。なっそう、何いいでしょう。何聞かせろよ。あるんですけれども。どうやってされた告白って。めっちゃ出ました。でも私、なんか、それが罰ゲームだったのか、なんか自分でもよくわかんないんだけど。だからね、悲しかったんだ。罰ゲームとか本当やめてほしい。そう、超悲しかった。なんかだから、クラスで言われた。だから絶対罰ゲームだったんだと思う。クラスに人がいるところで。そうそう、みんながいる前で、なんか、こいつが言うことあるみたいだぜ、みたいな感じで、で言われて、みんな、ふぅーみたいな。おめでとうふぅーみたいな。でも、アミナは、ええみたいになって、結局別になんともなんなかったから、きっとなんか。どっちだろうね。どっちかじゃない。本当に好きで、俺あいつのこと好きなんだよね。じゃあお前負けたら行ってこいよ、のパターンか。お前、あいつに告ってこいよ。そういうパターンか。どっちみち、ひどいよね。いや、でもさ、その男の子が本当は勇気出したかもしれんよ。あ、言っちゃったみたいな。言っちゃったそっか。でもよくないクラスの、なんかみんなの中でさ、言われたら。いいなぁ、何それ。へ。何それ。まだ目がないよね。ない、ない。ちょっと待って、あ、行きましょうか。あるね。え、本当に言ってんの？待って、ちょっと待てや、そんなに驚くことないでしょ。なんで、いつ小学校。ああ、高めの小学校が人生最大。ああ、人生最大。じゃあ言わせて人生最大のってどういうことや。AKB48 のオールナイトニッポン、まずは私の告白からいきましょう。テンション高い。なんで聞きたくないのみんな。ちゃちゃっとってどういうことや。ちょっと喋らせてくれや。あのね、小学校のことなんですけど、ずっとね、いい BGM ありがとうございますね、本当に。やっぱね、小学校の時に、ずっとさ、ちょっとね、なんかいじめられてるっていうか、なんかこう、ちゃちゃを入れてくる男の子っているじゃない。バーカみたいな。ずっと言われてて、私結構ほんとガチで落ち込んでたんだけど、ある日その男の子から、ちょっとね、呼び出されて、実は好きなんだって言われて、あ、そういうことみたいな。それで私をバカって言ってたのねみたいな。ってことです。
なんでちょっとギャグみたいになっちゃうじゃないですか。ちょっとやめてくださいよ。なんだ。そう。そんなことか。淡い思いですわ。うん。でも小学校、私高みのに負けた気分になってたんだけど、全然そんなことないと思った。嘘、小学校あるの？小学校は入らなくない？うん、え？カウントに。うん、そこ入んなかったうち人生で何もなくなるわ。ダメ。入れさせてくれよ、このカウント。え、マジっすか？じゃあちょっと、どうしようかな。メールご紹介しちゃおうかな。